平野翔磯村の友情物語映画『ウィラブ』撮影秘話 &2 人の絆の深さに感動。平野翔と磯村隼人の友情は、映画『ウィラブ』の撮影を通じて深まった。しかし、その友情は単に共演者同士の関係にとどまらず、役柄を超えたところで真の絆を築いていったといえる。映画の中で、2人は幼なじみとして描かれているが、 実生活でも撮影を通じて同じ時間を共有し、役柄の枠を超えて互いを理解し、支え合うようになった。磯村隼人が演じた蛍田は、平野翔が演じる凛の親友であり、幼馴染の関係性が物語の大きな軸となっている。凛が優に対して素直になれない様子を、蛍田がずっと見守りながら、助けようとする姿は観客に深い感動を与えた。だが、それだけではなく、 撮影中のエピソードや2人の自然な関わりからも、彼らが本当の親友のように振る舞っていたことがうかがえる。映画の撮影初日から、2人はすぐに打ち解け、お互いに壁を感じることなく役に没頭することができた。撮影のスタートが、いきなり凛とケイダの取っ組み合いのシーンからだったにもかかわらず、2人は即座に息の合った演技を披露し、そこにアドリブまで交えながらシーンを自然に仕上げていった。この瞬間、 磯村は、紫輝くんとは親友のような関係が築けると確信したという。このように、作品の外でもちでも、彼らの間には特別な絆が生まれていた。平野翔の天然な一面が、撮影現場の雰囲気をさらになごませ、笑いを誘う場面も多かったという。磯村は、翔くんは好奇心旺盛で、楽しいことが大好きな子と語り、その無邪気さが周囲の人々を引き寄せ、 現場全体を盛り上げる存在だった。平野は、バラエティ番組などでもその天然ぶりが話題になることが多いが、映画の撮影現場でもその一面は存分に発揮されていた。時折、彼の言葉のニュアンスが微妙にずれてしまい、共演者やスタッフたちが思わず笑ってしまうこともあったという。磯村は、そんな平野の姿を見て、すごくかわいいなと感じることが多かったと振り返る。実際 平野の天真爛漫さは、彼の周りにいる人々に安心感や楽しさをもたらし、自然とみんなが一緒に盛り上がる要素となっていた。映画、ウィラブでは、平野演じるリンは自分の気持ちに正直になれない複雑なキャラクターであり、彼とは対照的に、伊藤健太郎を演じる男子はストレートに感情を表現するタイプとして描かれている。この対比が物語に深みを与え、観客を引き込んだ。磯村自身も、 リンのように素直になれない時があると告白しつつ、時には感情を直接的に伝えることもあると語った。しかし、どちらかといえば、言いたいことをうまく言えないタイプだと思いますと、自身の性格についても正直に明かしている。この言いたいことが言えないという葛藤は、多くの視聴者が共感できる部分であり、それが映画の中でリアルに描かれていることも、作品の魅力の一つだった。さらに、 磯村は撮影現場での自分の役割についても触れている。共演者の中で最年長であった彼は、自然とお兄さんのような立ち位置になり、若いキャストたちをまとめたり、現場を盛り上げたりする役割を担った。特に、物語の中心にある幼なじみという関係性を大ごとにするために、キャスト同士のコミュニケーションを積極的に図り、チームとして一体感を持って撮影に臨んでいたという。 このお兄さんの役割は、彼の役柄であるホタルダの、お関係男子というキャッチフレーズにもつながっており、撮影中に彼が見せた包容力や面倒見の良さは、キャストやスタッフたちにも大きな安心感を与えていた。平野翔との撮影は、磯村にとって特別な時間であっただけでなく、彼の役者としての成長にもつながったという。平野の明るさや純粋さは、磯村に新たな視点をもたらし、 役作りや演技に対するアプローチにも影響を与えた。逆に、磯村の落ち着きや経験が、平野にとっては頼りになる存在であり、彼らの間には相互に学び合う関係が形成されていた。このように、共演者としての関係以上に、二人の間には深い信頼と尊敬が築かれていたのだ。撮影が進むにつれて、二人はさらに親密な関係を築き、お互いに多くのことを共有するようになった。 磯村が感じたお兄さんとしての責任感と平野の無邪気な一面が絶妙なバランスで現場の雰囲気を作り上げていった。このような環境で撮影が進んだことで映画の中の幼なじみという関係性がスクリーンの外でも自然に生まれていったのだ。また平野翔の天然キャラだけでなく彼の真剣な一面も見逃せない。撮影の合間にも役に対する理解を深めるために。 磯村と意見交換を重ね、時にはアドリブを取り入れて新しい表現を試みることもあった。磯村は、そんな平野の姿勢に対して、彼は好奇心旺盛で、常に新しい挑戦を楽しんでいると評価している。このような真剣さと柔軟さが、2人の演技に自然な深みを加え、観客により強く物語を伝えることができたのだ。撮影終了後も、2人の関係は続いている。 共に過ごした時間や経験を通じて、彼らは単なる共演者ではなく、互いを理解し合う親友としての絆を築き上げた。このような深い絆は、単に映画の成功に貢献しただけでなく、今後の彼らのキャリアにも大きな影響を与えるだろう。共演者としてだけでなく、人生の一部を共有する仲間として、二人はこれからもお互いを支え合いながら、それぞれの道を歩んでいくことだろう。映画、w e ラブ』は、 単ななる恋愛物語ではなく人間関係の複雑さや成長、友情の大切さを描いた作品である。平野翔と磯村隼人が演じたキャラクターは、それぞれが異なる悩みや葛藤を抱えながらも、互いに支え合い、成長していく姿を通じて、多くの観客に感動を与えた。そして、それはスクリーンの中だけでなく、実際の撮影現場や彼ら自身の関係にも反映されている。 平野と磯村の友情は、映画を超えて、これからも続いていくことだろう。彼らが共に過ごした時間と経験は、互いのキャリアにとってかけがえのない宝物であり、その絆はますます深まっていくに違いない。撮影が終了した後も、平野翔と磯村隼人の間には特別な絆が残った。映画、ウイラブで共演したことで、二人は役柄を超えてお互いを理解し、 信頼ししし合う仲間とてて成長していった彼らが築いた友情は、単に撮影期間だけにとどまらず、その後も続いていくことを確信させるものだった。撮影現場で生まれた笑い、悩み、そして支え合いの経験が、彼らの関係をより深く、より強固なものにしていったのだ。平野翔は、磯村との関係について、彼は本当に頼れるお兄さんのような存在だったと語っている。 磯村が年上であり、経験も豊富であることから、平野は彼に対して大きな尊敬を抱いていた。磯村の落ち着いた態度や、周囲をまとめる力は、若いキャストたちにとっても大きな安心感をもたらし、そのおかげで現場は常に和やかで、自由な雰囲気が保たれていた。特に平野にとっては、磯村の存在が演技への自信を高める支えとなり、難しいシーンでもリラックスして取り組むことができたという。 一方で、磯村にとっても、平野との共演は大きな刺激となった。平野の好奇心旺盛で自然体な姿勢は、磯村にとって新鮮であり、彼自身の役者としてのアプローチに新たな視点を与えた。翔君は、どんな状況でも楽しさを見つけ出し、周りを笑顔にしてくれる存在でした、と磯村は語り、彼の自由な演技スタイルが現場を活気づけただけでなく、自分自身にも影響を与えたことを明かしている。 二人が気づいたこの特別な関係は、映画が公開される頃には、すでに多くのファンの間で話題となっていた。We Love の物語は、幼馴染みの純粋な恋愛を描くが、その裏でキャスト同士の本当の絆が生まれていたことを知ると、観客はさらに物語に引き込まれる。映画の中で描かれた友情や愛情は、スクリーンの外でも同じように存在し、そこにはキャストたちの実際の経験がリアルに反映されていることが感じられた。 また、二人が共演した、We Love は、恋愛映画としてだけでなく、友情や家族のような絆の大切さを描いた作品でもある。リンとケイダの関係は、ただの親友という枠を超え、まるで兄弟のような絆にまで昇華している。ホタルダは、リンが悩んでいる時や気持ちをうまく表現できない時に、そっと彼を支え、時には優しく叱咤するような存在だ。この関係は、 映画の中で描かれた幼なじみの絆の一つの象徴であり、観客にとっても感情移入しやすいポイントとなっている。